おはようございます。速稼塾の久保です。指示待ち人間っていう言葉は聞いたことありますかね。なんか上司とかからね、指示があるまでずっと動かない若者を指して言うことなんですけども、まあ実はですね、若者が必ずしも指示待ち人間になるわけではないっていうね、そういう事例があるんですよ。例えば40代の方、50代の方、いや場合によってはね、60代、70代の方でも指示待ち人間のまんまその年齢に来てしまうことがあるんですよね。いや、恐ろしいですよね。じゃあどういう例で指示待ち人間というのが現れてきたかっていうと、例えばね、ビジネスの世界に入ってみると、まあ仕事っていうかね、会社勤めとは違ったビジネスですよ。そういう世界に行ってみると、ネットワークビジネスとかってあるんですよ。ネットワークビジネスに参加してずっと情報が来ません。なんかないですか、なんか何すればいいですかっていうふうに指示を待ってる人っているんですよ。この人たちってのはなかなかね、お金を稼ぐことはできないんですよね。だって指示待ってるだけですからね。でも逆にですね、どこに行ったらどんな情報が得れるのか、何をやったら状況が改善できるのかって、自分で考えて自分で行動していく人ってどうでしょうかね。そして自分で集めた情報を、皆さんこういうことになってますよっていうふうに知らせてくれる人、自ら動く人、指示を待たずに自分が指示を出せるような人間に自分を育てていける人。そしてですね、ネットワークビジネスの業界に、ネットワークビジネスって何かっていうと、人間と人間のネットワークですからね。人間と人間のネットワークで、この人間と人間のネットワークを広げ続けてる人っていうのは稼げていくんですよ。で、稼げてない人ってネットワークビジネスに参加したのにネットワーク広げてないと、自分のビジネススキルも上げてない、しかも指示を待ってるだけと、これは稼げないと思うんですけどね。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。このね、なんですかね、指示待ち人間っていうのは20代30代の人をね、指して言う言葉だと思ってたら大間違いで、いや50代過ぎても未だに指示待ち人間っているんですよね。そういう人たちは一体今まで何をしてきたんでしょうかということをね、投げかけられることもありますけど、皆さんどうお感じでしょうか。私もね、指示待ち人間にならないように一生懸命活動していかないといけないなと思うんですけども、まあなんせ私はね、会社勤めしてないんで指示が降ってくるところがないんですよね。ちょっとそういうね、寂しさもあるんですけども、まあ神様がね、お前こうやれとかああやれとか言ってくれればいいんですけども、今ね、子育てをしてると思うんですけども、子供が何をやれっていうのを教えてくれるんですよね。ウワーンって泣いたらね、それサイレンがかかるんですよ。ウワーンって泣くわけですよ。そしたら、あ、これはミルクをあげろってことなんだな、あ、これは服を着替えさせろってことなんだな、これは抱っこしろってことなんだなっていうふうに、だんだんね、同じウワーンでもね、メッセージを感じ取れるようになってきました。まあ不思議ですよね。大人になると言葉を使いますよね。言葉を使うと誤解が生まれるんですけども、言葉を使えない赤ちゃんからは誤解なく情報が受け取れるというね、どうなってるんでしょうかってことで、今日の放送は以上でございます。それでは、いってらっしゃい。